こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、返品率が多くてですね、Amazon で販売できなくなりましたという通知が来た商品。で、こういうね、申請のフォームが、出てくることがあります。で、今回のケースは、というかほとんどのケースがね、まあ、商品は機能性とかね、そういうのをできるだけ関係ない商品を選んでくださいというふうに言ってて、皆さんその通りやってもらってますんで、私のお勧めする商品選択、これに則った商品を扱っている限りにおいては、99%原因は Amazon の梱包、あるいは発送方法、輸送会社、これらの原因によって返品が起こってます。まあ中にはね、商品気に入らんとかいうのはあるんですけど、まあでも大体 Amazon でね、日付に届かなかったとか、壊れて届いたとか、そういうのが多いです。で、そんな場合はね、このパッケージングイシュー、これに、チェックをして申請します。遅れた場合にはね、このディフェクティブシッピメントでもいいんですけど、大体はこの梱包のミス。ね、袋に詰めて、箱の物を送りゃ上に物を乗せられたりね、投げられたりする壊れるのは当たり前と。でもそういう送り方するの非常に多いです。まあ大体これですね。で、今回はこれです。パッケージング一周に、チェックをしてください。で、アクション、リリースとね、また載せたいというリクエストをします。で、何か、返品率を下げる方法はありますか？イエス。イエスにチェックをしてですね。で、ここに Amazon へのコメント、フィードバックを書きます。で、今回ここにはですね、このように、袋で詰めて送ると壊れます。箱に詰めて送ってくださいというふうに書いて申請してください。まあ、これでね、復活する可能性がね、まあそんな高くはないんですけど、在庫がある程度入っちゃってるとね、もう復活しなきゃ捨てるしかないんで、まあ、この形で申請して、復活したら、ラッキーという感じで考えていただければと思います。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。